確かに。両手のお芋ね。かわいい。すんません。え、そう、両手のお芋ちょっと欲しい。あ、結構階段急ですね。
格安旅行日記。神聖なこの雰囲気が素晴らしいわ。いや素晴らしい。でも確かに千葉で一番美味しい気がする。ここはキノコまでついてる。キノコじゃないの？なんで？おいしそう。いやおいしそう。これで50点とか。いいかな。
昨年作ったやつです。毎年ウイスキーで梅酒を作ってます。こちらの方にウイスキーの方を入れていきます。それではウイスキー4リットル入れていきます。結構あるね。めっちゃ美味しいです。おー、こんなに落花生の焼酎が美味しいと思わなかったわ。栗焼酎とかな。いや、今まで飲んでた、だって麦とか芋とかあるけど、いや、落花生が一番飲みやすくて美味しいかも。え、牛乳焼酎とかあるの？